まず日本国民は貧しいという事実を認識するべき20代の国民は生まれた時からずっと豊かさというものがどういうものであるのか知らないままで育っているそんなに贅沢な暮らしはできないが食べることに困るほど貧しくはないから今の暮らしには大きな不満がないこの程度の暮らしが今後もできるのであれば 将来にも不安はないと思ったとしたら貧しさが固定化してしまって貧しさに慣れてしまっていることに気づいていない真綿でゆっくりと首を絞められると首が絞まっていることに気づかない日本国民は真綿でゆっくりゆっくりと首を絞められていることに気づかないそれどころか快感を覚えているのではないか我々は貧しい 日本は先進国ではない。20年以上経済成長していない国は、先進国とは呼ばない。発展途上国ですらない。衰退国である。近代の人類の歴史上、20年以上経済成長しなかった文明国は、地球上には存在しなかった。日本は、レジェンドとなった。なぜ、日本は経済成長できないのか。 その原因は政府が緊縮財政を続けているからである。ではなぜ緊縮財政を続けているのか。国の歳入から交際の発行による収入を差し引いた金額と歳出から交際費を差し引いた金額のバランスの黒字化を政府が目指しているからである。政府が節約をしてできる限り金を使わないようにしているのだ。 一般の家庭において、支出を抑えて節約することは善であるが、政府が節約するのは悪である。政府は節約なんかしていない。公共投資も増えているではないかと思うものもいるかもしれない。確かに、政府は、人口の多い関東周辺では公共投資を増やしている。しかし、地方では公共投資を増やしてはいない。そんなことはない。 地方でも公共投資は増えているはずだというものもいるだろうが地方は地方で県庁所在地周辺の公共投資だけが増えているだけで人口の少ない群部では公共投資は減っているつまり選択と集中政策赤字事業は民営化して自由化すればいいだから国鉄も郵政事業も民営化して インフラの要の水道事業も民営化する。民営化して、効率化すれば、民間の知恵で、黒字化できるはずだと、プライマリーバランス黒字化を念仏のように唱える政府は考える。民営化すれば、黒字の部門だけ残して、赤字の部門は切り捨てる。民営化の主体の民間とは誰なのか。当然、日本の事業なのだから、日本人と、 日本の民間企業だと思うだろうが外国人も外国の企業も民間なのだ日本のインフラが外国人によって運営され外国人によってメンテナンスされる日本人の生命が外国人の手に委ねられている消費税が8%に増税されて個人消費は落ち込んで日本国民はますます貧しくなったが輸出企業をはじめとして 大企業は消費税が増税された分法人税が減税されて濡れて出合わ状態で利益を積み増してきた。大企業は消費税増税再生。消費税が10%になると大企業はさらに利益を積み増すことになる。しかし利益が肥大化しても日本国内はデフレで需要不足で大企業が溜め込んだ金を投資することができない。 国内で投資ができないから、その金は海外に投資される。日本の企業が溜め込んだ金が海外に流れる。日本がデフレのままでいると、米国と中国が喜ぶ。日本のデフレが崩れゆく中国経済を助けている。日本のデフレが続く限り、日本は東アジアの小国になってしまう。 そんな恐ろしい状況に陥らないために何をするべきかは分かりきっている。緊縮財政をやめればいい。しかし、プライマリーバランスの黒字化を念仏のように唱える安倍政権は、首都直下型地震、南海トラフ地震が起ころうと、緊縮財政はやめない。第二次安倍政権が発足した時、保守陣営は、安倍旧国政権だと、狂気乱舞した。 しかし、その正体は、安倍亡国政権だった。我々は、日本が壊れていく姿を目撃している。日本は、日本人の国であり、日本人、日本の企業が稼ぎ出した金は、日本人と日本国家のために使うべきであるが、現実的には、諸外国を超え太らせるために使われている。日本を取り戻すためには、緊縮財政をやめて、 国内の需要を継続的に創出するべき。災害大国の日本は、日本国が存続する限り、国土強靭化のために財政出動を続けなければならない。自国の通貨で国債を発行し続けても、日本が破綻することはない。極端な言い方をすれば、通貨発行権を持つ政府は、100兆円の紙幣を発行することもできる。 政府が金を貯め込んで、節約して、その金を使わなければ国民は貧しくなる。我々は、もう、これ以上貧しくはなりたくない。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録、お願いします。